はい、どうも皆さん、こんにちは。伊ずこです。それでは今回なんですけども、楽天ペースイカがついに始まる気になる還元率は Android 版と iOS 版それぞれ解説ということで、ついに発表されました楽天ペースイカについてですね。まあ、この動画では楽天ペースイカや他にも楽天ペイに関するちょっとしたキャンペーンもありましたので、それも含めて最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、楽天ペイとスイカですね。ついに始まりました。今日からですね。で、この楽天ペイスイカなんですけども、Android 版と iOS って書いてるんですが、今回は楽天ペイスイカに関しては Android からリリースされてまして、で、iOS、iPhone に関してはどちらかというと、楽天カードとスイカに近いので、まあ、それについてそれぞれですね、お伝えをしていこうと思います。で、まずこの iOS、iPhone などについてですね、早速こちらなんですけども、こちらはキャンペーンページから そのままま引っ張っ張てきました、まあ、今、その上の部分読もうと思うんですが、iPhone ユーザーも追加チャージで楽天ポイントが貯まるということで、まあこれまでは楽天カードからそのままチャージしても楽天ポイント貯まらなかったんですけども、今回はこのキャンペーンで 楽天カードを使って追加にチャージをすることによって楽天ポイントが貯まるということになりますで。気になる還元率なんですけども、200円ごとに1ポイントとなっておりまして、なので0.5%還元となります。で、今回ですね、この200円ごとに1ポイント貯まるのはキャンペーンとなっておりまして、このキャンペーンの期間が2020年の5月の25日から7月の1日までとなっておりますので、これ間違いないようにお願いします。 で、気をつけてほしいのはここですね。今回楽天ポイントが貯まるのは楽天カードからチャージしたのみとなってますので、これは間違いないようにお願いします。で、iPhone ユーザーの方はこのキャンペーンに参加するためには必ずですね、専用ページでエントリーが必須となってます。まあこれ順番通り出てるように、まず最初に楽天ペイア,アプリの中でエントリーを行って、そして楽天カードでモバイルスイカにチャージをするという流れになります。 でですね、僕も実際に iPhone ユーザーなので、ま、あ早速やってみたので、見せたいと思うんですけども、で、まずですね、楽天ペイのアプリを実際に開いたら、下のバーのところにですね、スイカ、スイカチャージで楽天ポイントが貯まるというところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、キャンペーンのページに切り替わりまして、ま、あ先ほど僕が読み上げたページの一部なんですけども、この真ん中のまずはエントリーというところがあるので、ここをタップしたら、ご覧のようにキャンペーンにエントリー済みと切り替わるので、これでキャンペーン キャンペーンに参加することができますもしこのキャンペーンのエントリーをしなかった場合に楽天カードでスイカにチャージしても200円ごとに1ポイント貯まりませんのでこれは必ずですね iPhone ユーザーの方は利用される方は先に行ってみてください以上が iOS 楽天カード楽天ペイとモバイルスイカのキャンペーンについてでしたまあ、次がまあ本題という方は言い方もちょっと変かもしれないんですけども次が楽天ペイスイカですね Android 版についてお伝えしますじゃんということで楽天ペイスイカスイカチャージで楽天ポイントが貯まるということ ですね。今右下に出てるキャラクターもね、楽天のパンダと、そしてスイカのキャラクターのペンギンですね。それが合わさってちょっと可愛い感じのイラストも出ております。で実際の画面遷移なんですけどね、こんな感じに今真ん中に出てるようなまあ、楽天のね赤を基調として、そして右上にスイカのロゴが入って、まあ、結構かっこいい感じの本当にスイカですよね。赤いスイカってなんか結構いいですね。この楽天ペイスイカ Android 版について簡単にまとめさせていただきました。でまず還元率なんですけども、先ほどの iOS と同様に200 1>, 1ポイント貯まりますなので0.5%還元となりますね次にお財布形態対応端末しかこの楽天ペースイカを利用することができませんので全部が全部の Android で利用できるというわけではございませんのでここはお気を付けくださいで、チャージに関しては楽天カードのみとなっておりますで、そのカードなんですけども VISA とマスターカード JCB アメリカンエクスプレスということなんですが以前ね発表された時は VISA とマスターカード JCB だけだったんですけども今回はアメリカンエクスプレスが入っている とということになりますで、付与される楽天ポイントに関してなんですけども、チャージした翌日以降に進定がされます。なので結構早い段階で楽天ポイント付与されるなっていう風な印象ではございますね。で、1回のチャージに関しては1000円以上1円単位からとなっておりまして、チャージの上限に関しては2万円までとなっております。あと一応ですね、楽天ペース以下が使える利用可能な場所ということなんですが、まあ、真ん中上にも出てるような交通系で有名なこの IC のマークですね、ロゴと言うんですかね。 これがあるところであればほとんど使えるということで Suica であったりパスもきたかトイかマナかイコかスゴかニンか早やか県あとはこの中に入ってないんですけどもピタパに関しては対象外となっておりますのでこれもお気をつけくださいでですねちょっと楽天併 Suica から少し話はずれるんですけどももしまだですね楽天イを利用されたことない方向けのキャンペーンもですねちょっと別に発表されております、まあ、ちょっとそのまま読みたいと思うんですけども初めて楽天イで推し お支払いをする方限定全店舗対象5%還元 ポイントで払った分も還元対象ということで、期間は2020年の5月の25日から6月の30日までのキャンペーンとなっております。まあなのでね、ほんとこれまで結構長くこのキャンペーンに近いものがね、あったんですけども、今回は初めて楽天ペイを利用される方向けのキャンペーンとなっております。一応このキャンペーンも簡単にまとめてみました。まずこのキャンペーンに参加するためには必ず、必ずエントリーが必須となってますので、ぜひエントリーをした上で参加してみてください。あとですね、まあ先ほども何度もお伝えしているように、 楽天ペイが初めての方限定となりますので、まあ先ほどお伝えした楽天ペイスイカちょっと使ってみたいなっていう方、 であればまあ、このキャンペーンに参加するっていうのはタイミング的的にはちょうどいいのかなと思いますで還元率に関してはとにかくどこで使っても5%還元楽天ペイが使えるとこであれば基本的にはどこでも5%還元となりますでこ,ここなんですけどもちょっと記載ミスしてるんで申し訳ないんですけどもここですねこの付与される上限のポイントに関しては1000ポイントまでとなっておりますなので楽天ペイで2万円まで決済をすることによって上限の1000ポイント楽天ポイントがもら ことができるということですね。あとポイントの新定義に関しては2020年の8月の末日頃ということになるので、またまこれに関してはキャンペーンが終わって忘れた頃に楽天ポイントが付与されるという認識でもいいのかなと思います。そしたらですね、ちょっとまた楽天ペースイカのちょっと話に戻したいと思うんですけども。 まあ実際にちょっとここまでお伝えしてきて、この楽天ペースイカですね、ちょっとイマイチな点ということで、簡単にちょっと僕の方でまとめてみました。まあこれ簡単に僕の独断と偏見でお伝えしていることなので、まあちょっとあまり気にしなくてはいいんですけども、 ちょっとこれだけはなっていうのをですね3つだけ挙げさせていただきましたまず1つ目なんですけども還元率200円で1ポイントということなんですけどもまあ0.5%還元ということですねこれまあ誰しもが思ったのかなっていう風に僕は勝手に思ってるんですがまあせめてですね還元率1%欲しかったなっていう風に思いましたまあ100円で1ポイントとかですねまあこれであればまあちょっと使ってみようかなっていう風うにはなるんじゃないかなと思うんですけども200円で1ポイントであればそんなにまあ無理して使 使わなくてもいいのかなというふうにも思いましたね。で、次ここですね。楽天ポイントが利用不可、期間限定ポイント含むということなんですけども、そう、この楽天ペースイカですね、楽天ポイントがちょっと使えない。溜まるのは溜まるけど、実際に使うことができないということで、例えばですね、そのポイントのチャージ、楽天ポイントでスイカにこうチャージとかができれば、うおーっていうふうに、まあ思ってたんですけども、まあそれすらもちょっとできないっていうのがですね、 ちょっとなんか、んーっていう風になりましたね。で、しかもまあそういったところでその期間限定ポイントとかもね、意外とこう消化に悩む時もあったりはするんですけども、まあそれさえも使えないってなったらね、ちょっとこう何とも言えないような感じかなっていう風にも思いました。 で、最後三つ目ですね。楽天カード、クレイカのみの方向けということなんですけどもで、これに関してはどういったことかというと、本当にご、自分自身がクレジットカードを楽天カードのみしか持ってない方であれば、この楽天ペイスイカを利用してみる価値は全然あるとは思うんですけども、そうじゃなくて、それ以外に関するクレジットカードを持ってる方であれば、まあ、そっちを優先で使うのもいいんじゃないかなと思います。まあ、他のそのスイカ対応クレイカ利用もありということなので、 なので、まあ、スイカにチャージすることによって還元率の高いクレジットカードを使うのがいいかなと思います。まあ、そんなこんなで今回は楽天ペイとスイカ、楽天ペイスイカについてお伝えをさせていただきました。まあ、ね、本当に去年の、去年ぐらいからまあ発表されて、まあ、そこから約1年ぐらいで、まあ、本日開始されたということだったんですが、まあ、トータルで見てもちょっと何とも言えないかなっていうのがちょっと僕の感想、正直な感想ではあります。 ま、還元率とかそういったところを見ても無理にその使う必要っていうのはないんじゃないかなと思うので、もし200円で1ポイントでも大丈夫ということであれば楽天カードを使ってスイカにチャージするのも全然ありだと思いますし、 もしくはね、先ほどもお伝えしたように、まあ、スイカのチャージの還元率が高いクレジットカードを使ってチャージするのも全然ありだと思います。この楽天ペースイカについては、今のところこういった発表にはなってるんですが、今後まあどうなっていくかって全然わかんないんですけども、またそれはそれでちょっと楽しみにしたいなと思います。今回ね、そのキャンペーン中ということもあるので、これが終わったらどうなるのかっていうのもね、 気長に待したいところではあります。一応ですね、今回お伝えした楽天ペース追加についての公式のリンクについては下の概要欄に貼ってますので、それぞれ iOS 版と Android 版それぞれ貼ってますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 先日、ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、まあ、久しぶりにですね、スターバックスコーヒーが営業再開したということで、久しぶりにちょっと行ってきたんですよね。で、その時にですね、早速、ビザラインペイクレジットカードを使って決済しようと思ったんですけども、そこがたまたまですね、タッチ決済とか電子マネーに対応してた端末だったんで、あ、じゃあもうタッチ決済でお願いしますって言って、決済して、一応決済はできたんですよ。ピーってなってうまく決済はできて、で、そのままちょっとコーヒーもらおうかなと思ってたところで、店員さんから、あ、サインをお願いします。 っっててて言われてえタッチ決済ののにサインいるのと思ってまあちょっと僕も初めての体験だったんでわかんなかったんですけども一応ねその時はサインを書いてはいって言って渡して終わったんですがまさかのねこうタッチ決済であればもうサインレスっていうのがね魅力的なとこではあるのにまさかのこうサインを書いてしまったというちょっと疑問が残るようなところでありましたまあ、そういったね体験されてる方がいらっしゃればぜひコメントいただければなと思いますということでありがとうございました